はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージュです。では今回はスプリムルラー続きをやっていきたいと思います。で今回もですね、まあ、ひたすらお金を貯める経済政策を行っていくんですが、いかんせんこの経済政策はどうなんだというね、ところもちょっと検証していかなきゃいけないのかなと思うんですが、現在のところですね、プラスマイナスの収支でいうと完全に貿易のところで見ていけば、石油がマイナス1200赤字ですね。それを補填するように消費物資産業物資で補っているという状況です。でここに、軍需物資も成長産業ということでお金の稼ぎ頭になってもらいたいなというところと、電力の貿易、これ今マイナスなんですが、これをねプラマイゼロぐらいまで持っていきたいというふうに思ってます。で当然電力を作り出すのに石油をいっぱい使ってしまうと思うので、石油の赤字が膨らむ分をさらに消費物資、産業物資、軍需物資で補填するっていうね、まあなんかこれだけ聞いてると自転車操業的な感じにも聞こえてきちゃいますけども、基本はそういう形で進めていきたいと思っています。であとは前回はですね、軍需系の研究内容を少し見ていったので、今回はそれ以外のね、研究今後どういうのをやっていこうかなっていうのも少し見ていければいいかなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。穀物も赤字ではないものの、まあ、少しマイナス幅があるっていう感じだよね。これもちょっとばかし作っておきましょうか。まあ、大してね製造コストがかからないところなので作っておきましょう。問題の石油だよね。バイオ燃料がね、まあ建設コストは知れてるんですけど、このバイオ燃料自体が出力が知れてるっていうのが逆にねまたあるんですよね。あとガス、あとこの辺りはもう作れないからね、欲しくても。で今言ってた石炭のところですね、石炭はマイナス5メガダラーなんですが、どうだろうな、これももう作れないし見守るしかないよね。で鉱石系もマイナス11メガですが、改めてこれもね大増強していくっていう必要はないのかなとは思ってます。ウランももう作れませんと。問題は電力なんですよね。石炭がね、さっき見てもらったようにもうこれ以上掘れないので、石炭が作れなくなるってなるとなかなかきつくなるよな。今まで石炭はねそれこそそれなりに掘り起こしていたはずなんですが、まあ、時代遅れとはいえ資源のない日本からすると実は重要な要素になってたんじゃないかなと思うんですけどね。で水力発電ですね、続いて、まあ、水力発電とかになってくると少し作れる電力量が少なくなってくるんですが、まあ、作れないこともないというのもあるので、これもちょっと作っておきましょう。で原子力ですね、原子力はまだまだ作る余地あるけど、今建造中、建設中かなのものがあるので、これはちょっと待ちましょうか。このアザーに関して言うと完全に謎なんですけど、まあ、アザーもね作れる電力量で言うと、まあ、正直すごく大きいというところではないので、まあ、どうしても作る必要が迫られるんであれば、やっぱり原子力に頼らざるを得ないっていうのが今の日本の、現状ですね。で最後石油の発電、これはもうちょっとね今作り始めると新たに増強するとさらにお金がかかるっていう以上に石油が必要になっちゃうので、ここはやるんであればウランを使う原子力か、もしくは水力かっていうところになりますね。まあ、これ以上石炭も石油も使えないってなると当然水力か原子力かっていう選択しかないです。で消費物資だね、消費物資は今の成長産業なんで、これはザクザク作ってもらいたいなというところと、産業物資もね頑張って作ってもらいたいところです。産業物資は今結
構まとまった数が作られたかな。そしたらまたまとまった数4コード立てていきましょう。マイクロなんで、まあ、小さいサイズということですね。で問題は軍事物資なんだよね。これが思ったように伸びてこないんだよな。もうちょっとね伸びてきてほしいなというところなんですけど、あと戦争に備えてというところなんですが、生産はですね、もう完全にミサイルをバシバシ作る感じですね。ミサイルをジャカジャカ作ってますんで、これはねこのままミサイルを作り続ける形ですね。であとはミサイル以外っていうところで言うと、やっぱり今後は空軍というところになるので、多目的の戦闘機ですね、 F2A、 これを生産している感じです。今はではここまで見てきたところで研究内容の確認をしていきましょうか。前回ねこの戦争系見ていったので、今回輸送系見ていきますか。VTOL 設計ですね。じゃあ VTOL って何っていうところなんですが、垂直離発着機、これはハリアーみたいなタイプの戦闘機ですかね。軽空母から飛び立てるようになりますっていうものだな。これちょっと話変わっちゃうんですけど、今ハーツオバイアン4の現代モッドでプレイしてるんですが、そこにこそ欲しいな、この垂直離発着タイプの戦闘機。まあいいや、これが一つとですね、まあ、軽空母からどうだろう、飛び立てるようになると、今持ってる空母ヒューガとかからも戦闘機発進できるってことですかね。そうなるとこの VDOL 設計、これはちょっと入れちゃおう、なんな話ですけどね。で続いてティルトエンジンポット、ちょっと全然入ってこないな、これティルトエンジンポットってなんだよ。これは何かというと、より効率的なヘリコプターを開発するための新設計を行う。なるほどね。まあどちらかというと、その石油、ごめんなさい、石油の備蓄増大になってるね。まあこれはいいよね、石油の備蓄が増えるのはいい。ヘリコプターで使うエンジンの開発っていうことかな。でティルトローター航空機、これもきっとヘリ系なんですよね。そうですね、ヘリコプターに類似している航空機なんだ。プロペラの向きを変えることによりいつでも離発着が、これってあれですね、オスプレイみたいな感じですかね。で続いてデジタルドール、交通整備の格付けがプラス 5% になるんだな。で内容は無線デジタルサービスを道路で行えるようにしますと、交通の流れをコントロールするほか交通情報などをドライバーに提供。これってなんかすぐにでもできそうな感じですけどね、今の現代日本でも。続いてトライマラン軍用艦艇、これは最新の技術と理論による敵の攻撃に頼る30戦隊デザイン。次、艦艇用燃料電池、これは何かというと、燃料電池技術を用いて艦艇用の燃料電池システム、まあそのままですね。で強化ナビゲーションを見ておきましょうか。強化ナビゲーション、海上陸上のナビゲーションシステム、乗り物用燃料電池、まあこれもそのまんまですかね。燃料消費量がマイナス 20%、 これ結構大きい気もするな。あとは常用スターリング改装、これもエンジン技術になる内容でしょうか。で新型燃料電池の回収、これも燃料電池系に走るんであれば当然欲しい技術にはなってくると思うんですが、今燃料は石油に頼ってるんでね、当分この状態からの脱却は難しいんじゃないかなと思うんですけど、
中型航空機空中給油、まあ確かにね、輸送機から空中給油を受けるとかっていうことも可能ですからね。続いて鉄道のにゃん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 の工場ですね。これちょっと何に書いてあるのか分かんないけど、高速列車なんで必要な技術がね、まあそれの発展系と考えていいとは思うんですが、ちょっと何て書いてあるかは読めないですね。文字化けをしちゃってるんだと思います。で、発射物理学、ちなみに僕は大学時代は物理、理論物理専攻してましたね。発展型スターリングエンジン、これもさっきのスターリングエンジンの発展型ですかね。これもさっきの発展型の燃料電池になりますと。ここまで見てもらったのが輸送系だけど、輸送系はさっきどうしてもやりたいと思った VTOL の開発は入れましたね。じゃあ続いて科学もこの流れで見ていきますか。まずは TEC、 これは電動性の薄膜の間に圧縮ガスを、ちょっと待ってくださいね、圧縮ガスを発生させ各種小規模アプリケーションに使用できるほどのパフォーマンスを有している。なるほどね。全然イメージ湧かないけどな。セルロボット工学、これもセルっていうレベルの細胞レベルのロボットか。なるほどね。ダークマター理論、さらにはプリズムティックウランブロックで合ってんのかな、ちょっと最後まで読めてないですが切れちゃっててね。ウランを使用する原子力発電を安全に使用するために新しい方式を生み出すと。なるほどね。あとは遺伝子系が続きますね。遺伝子の再配列組み換え作物、あとは光合発電、これは何なんだろう。新しい発電システムってちょっと興味があるな。自然を利用した緑の発電技術、具体的には風力発電、太陽光発電、そして地熱発電を活用する。どうなんだろうな、発電量がどれくらいかなんですよね。そのいくら建てても発電量が十分にないとね、お金がもったいないですからね。費用対効果があまりないのであれば、まあ石油の輸入に頼った今の運用をするっていうのも選択肢としてはありですからね。続いて先進科学、これはそのまま民間にも軍にも利用可能な基礎的な科学の研究、これもやってった方がいいんじゃないの。で、電熱システムがあって、その後は二酸化炭素還元剤、発展型超電導タイプ、超電導とかやってたな大学の時ね。発展型電力技術、これちょっと興味ありますね。見ていきますか。光合発電が先に必要なんだな。で、光、風力、地熱発電など緑の自然発電を中心に電力技術の開発、これだから光合発電の発展型っていう感じですかね。非生殖クローニングが最後に入ってきますと。これが今見てもらった科学系の研究内容になりますね。さあ、ではちょっとここいらで一旦もう一度見ておきましょう。消費財は2700、マキシマイズされてきたね。あとは産業物資がもうちょっと産業として定着してくれるとありがたいかな。で、まだまだな軍事系、軍事物資ですね。ここも頑張ってもらいたい。そうか、石油の発電所前オーダーかけてたやつが今頃になってまとまってできちゃうと石油の輸入量が増えてきちゃうな。まあ、ここは将来的には原子力か水力か、まあそのどちらにもっていうところですかね。置き換えをして石油の発電所を減らして石油の輸入量を、まあ削っていくっていうことをしていかないといけないかもしれないですね。さて、コンシューマー系の工場が続々とロールアウトしていっているので、まあ、これはそのまま稼働させていきましょうというお話で、続いて技術を見ていきましょう。 VHTR 原子炉、これは発展型の原子力発電になるのかな。
混合燃料の両方から生み出すって書いてありますね。クリーン発電のアップグレード、これやりたいけどな。これをやるには光合発電をやってからクリーン発電のアップグレードをしなきゃいけないんだな。ちょっとこれも先が遠いけどどうなんだろうな。中長期的に見ていくとこういうのをやっておいた方がその国庫を圧迫しない、石油の輸入に頼らなくて済むっていう動きになるんじゃないかなとは思うんですけどね。あとはスマートカードセキュリティで、ソフトウェア自己プログラム、これに交代機通信網が必要なの、ちょっと意味がわからないけどな。プログラミングと交代機通信網が必要な理由、チップレス RFID、 これちょっと全然入ってこないんで中身見ますか。チップレスラジオフリーケンシー ID の開発により生産コストが低くなり、指定したものに直接プリントできるようになりました。タグによる身分証明も可能になると。じゃあデジタル放送はいいですね。でホログラム保存、これもちょっとどういう内容なんだろう。表面上に記録する磁気や光学式データ蓄積装置が限界に来ていますが、まあ確かにね。メディアそのものに記録するホログラム、この技術を開発していくっていうことかな。でマイクロ ARFID、 これはさっきの RFID の発展型になるんですかね。で続いてマルチステージロケット、長距離ロケットの開発か。でモレキュラーエレクトロニクス、ロボット工学の発展のさらなる発展系か。で続いてレーザー通信ですね。情報効率がプラス 5%、 ロボット工学の発展、まあ、このあたりはねロボット技術系になりそうですね。ロボット工学の触覚技術ということで、これがロボット工学の発展のさらなる、上位研究になりそうな感じですね。で原子炉が入っていて、高性能太陽光発電、これやっておきたい気もするけどな。発展型スターリングエンジンが必要なの。で産業用燃料電池、これ得られる効果結構おいしくないですか。ガソリン需要がマイナス 10% になるっていうのはね、ガソリンの輸入に頼り切ってる我が国としてはありがたいですよね。これ投入しておきましょう。今研究施設は9しかないんですけど、余れば、9に入ってガチガチやってくれるので、まあ、置いておきたいなと思います。となるとどうだろうな、少しお金が今出てきてる今となってはちょっと柔軟コンピューター気になるけど、何これ。インターネット技術と分散コンピューターに作られたと。なるほどね。薬品の 90% 現地生産可能になるっていうこと。ちなみに僕のね奥さん薬剤師さんやってるんで、薬にはね結構詳しいんで、なんかねお腹痛いとかどこそこ痒いとかそういうのがあれば、奥さんに相談すると、薬の備蓄量も半端じゃないんで、なんかねやってくれますね。本当にありがたい。それはさておいて、そうだ、研究施設をちょっと建てましょう。まあお金はそれなりにかかるんですけど、まあ言ってもね7万5000メガなんで、どうだろうな、2個ぐらい作っておくと研究の進みがだいぶ早くなるんじゃないかな。今9個の研究施設に対して20個研究一覧が入っているので、まあぶっちゃけた話、11個の研究が止まってる状態、9に入ったまま始められてないという状態なんで、これをね11まで増やしましょう。で続いて、じゃあこの流れで医療も見ていっちゃいましょうかね。医療なんでね、奥さんはね冬場から花粉の季節に関してはね帰りがやっぱり遅いですね。で逆に夏場はね帰ってくるの早いんですけどね。なんで今ちょうどその過渡期で、徐々に帰ってくる日が多くなってきて、今後はねどんどん早く帰ってくるんじゃないかなと思います。
じゃあ NBC 治療、放射能の効力や生物化学兵器の効果を無力化するための新しいワクチン、マイクロロボット外科、まあ、これはそのまんまですかね。で、遠隔医療、遠隔医療ってロシアかどっかが持ってたな、すでに。で、共同医療、これは遠隔医療の技術を利用し多くの専門スタッフが非常事態に共に対処できる。なるほどね。若返り薬品、これをね、世界中にばらまこうっていうコンセプトで一番最初にプレイを始めたんですけど、無計画にいろいろ立てすぎて崩壊してリトライをしている今のプレイです。若返り薬品もね、世界中で売りさばけるんじゃないかなと思うんですけどね。結構ね、やっぱり気にしてて僕も、ちょっとね、残酷な言い方になっちゃうかもしれないんですけど、この前友人の結婚式に行ってきたんですね。僕35歳で、で、それは会社の同期、新卒で入った会社の同期の結婚式だったんですね。なので、年齢で言うと、僕はストレートでそのまま大学出てるので、今35歳なんですけど、まあ、一浪したりしてる人とかだと36、さらに大学院を卒業したりしていると37歳とかになってくるんですけど、やっぱ35ぐらいになってくると老けてる人老けてない人のまあ差かなりね残酷に見て取れてしまうんで、ちょっと僕もね気をつけて、化粧品の類とか、化粧品っていうかその化粧水とか乳液とかそういった類のものとかはね気をつけてるんですけど、あとやっぱ髪の毛もね、僕はねちょっとまだまだ多い方だと思うんですけど、薄くなってきちゃってる人とかを見るとやっぱりね感じますね。なのでこの若返り薬品はねしっかり開発してほしいな、現実問題として。じゃあ生物反応治療があって、これは何、感染病気と戦う免疫機構を向上させる、で、あとは対ワクチンですね。ワクチンを無効化させるのか、化学兵器の効果を向上させる生物兵器技術、生物兵器か。ちょっと前にトランプさんがまたシリアに攻撃してましたよね、生物兵器の利用理由に。さて、じゃあ続いて社会ですね。これ最後になりますね、研究技術枠としては。 DNA のデータベース、RFID、これさっきも見たものですね、発展型になりそうですね。エネルギーの節約か、これ材木の消費人口はどうでもいいんですけど、ガソリンの消費人口マイナス 5% って結構大きいよな。あとはデジタル社会サービス、教育問題の格付け、社会問題費、これがそれぞれプラス 5% マイナス 5% のボーナスがつく感じですね。で、バイオロジーってきてますけど、これ衣類や織物を生産すればエネルギーを必要とします。これが効率化できるっていう内容ですかね。プロパガンダ機関、これはというと、宣伝は人々の意思に働きかけ一定の方向に誘導することができる、宣伝者の望む方向に人々の足を向かせるため組織を結成。これは後回しでいいかなって気はするけどね、政治的な思想が影響してくるようなハーツオーバー案とかだとこれすごく重要になってくると思うんですけど、今のこの現代日本、あと、今プレイしているゲーム上の日本ともにもうすでに内閣支持率とかねかなり低下してるんですよね、 36% 台。さらに安倍さんに関して言うといろいろな不祥事系の問題の煽りを受けて猛烈に下がってますよね今。違法薬物の合法化、これは何、メリットとしてはどんなメリットがあるかだよね。健康医療の格付け、法執行後格付け、それぞれプラスのボーナスがつくんだな、なんかそんな気はしなかったけどね。あとは心情の自由、都市再開発とかですかね。都市再開発でいうと、今僕の住んでる駅でちょっと前に西武がね閉店したんですよ。で、西武が閉店したその跡地利用がね全然情報入ってこないんですよね。
シャポーが新しく大きいのができたんですけど、やっぱり西武もね、跡地なんかうまく利用してほしいなぁなんて思ってるんですけどね。あとは農業のアップグレードとかも入ってくるんだなぁ。まあ、ただ農業に関しては今ね、困ってはいないので、まあそのあたりはね、後回しにどうしてもなってきちゃうのかなぁとは思うんですが。さてさて、では穀物のところまた見直しかけていきますか。どうなんだろうね。穀物マイナス20、水マイナス45、このあたりをなんとか改善していってあげたいんだけどな。石油はもうどうにもならないからね。で、国内の支持率は微増ですね。横ばいの微増。石炭ももう掘れないし、鉱石もねマイナス 18% なんで、これちょっとじゃあ2つほど立てますか。ウランももう取れません。で、あとは電力だな。電力は石炭作れないしね。まあ、そうなるとどうしても水力発電を一気増強しておきましょう。で、消費物資系ですね。消費物資はまたまとまった数作っちゃいましょう。で、産業物資も今作られているものに少し増強しておきます。問題はこの軍需物資だ。軍需物資の売り行きが思わしくないんだよね。しっかり売ってどんどんお金を貯め込んでいかないと、来るべき中国との戦争に勝てないからな。今台湾は韓国の領内に入ってきてはいるんだな。なんかこれ見ると日本の巡視船が中国の艦艇に囲まれててなんかかわいそうだな。ちなみに韓国軍はもう海軍はボロボロだね。もういないに等しい感じかな。まあ、ただ韓国の陸軍がねめちゃくちゃ頑張ってますからね。だって未だにこの中国、まあ、ロシアは一旦もう、いやロシアはあれだな、中国領から侵攻してきてるね。こうやって見るとつまり中国とロシアが共闘を張ってる中、韓国一国で奮闘してるからね。しかもアメリカ軍の援助なしですね。これすごいよな。はい、というわけで今回もね内政メインでやってきたので、ちょっとねまだまだ退屈されてる方多いかなと思うんですが、来るべき中国との戦争に備えてしっかり内政はねやっていきたいと思いますので、まあ、雑談含めてお楽しみいただきたいなというところで今回の会合を容赦いただければと思います。では今回はここまでにさせていただいて、また次回続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。